皆さんこんにちは。チート的な操作ができるスマホを紹介します。そのスマホは ASUS 製のスマートフォン ROG フォンを使えば簡単にできます。このスマホには L ボタンと R ボタンが搭載されており、好きな場所に押す場所を設置できます。親指で移動と視点切り替えに専念して、人差し指で攻撃とジャンプなどのアクションを実行できます。このスマホを持っていない人からすればチートそのものですね。メーカーによると、この機能を使うことによるいかなる責任は致しかねます。だそうです。ご利用は自己責任です。それでは設定から行います。今回はこんな感じにしました。 L ボタンが青、 R ボタンが赤です。ここまでは自動音声です。これより先は音声入力によるアドリブになりますので、誤爆が多数発生しますのでご了承ください。もういい天気ですね。リコちゃんも元気いっぱいです。たくさんのスターメカが位置について発射の準備をしています。なんだか激しい戦いになりそうですよ。皆さんはメカに登場し、動力装置と安全装置の点検を行ってください。さあ、手に汗握る刺激的なバトルが間もなく始まります。
消えて、もう戻ってこないで。ズドン、命中。完璧な一撃。銃声が聞こえた。気をつけて。前方にメカを発見。銃声が聞こえた。気をつけて。前方にメカを発見。生き残っているようです。みんな優勝目指して頑張っていますね。気をつけて。前方にメカを発見。気をつけて。前方にメカを発見。完璧な一撃。完璧な一撃。どうやらあんたのメカとまだ心が通じ合っていないみたいだね。これくらいメカの大会だけど、操縦士の射撃技術も勝敗を分ける重要な技術よ。
残っている選手がかなり少なくなってきました。大会は間もなく大詰めを迎えます。ドン、命中。メカの大会だけど、ほんの一握りの選手しか残っていません。勝敗を分ける重要な技術、優勝トロフィーは誰の手に渡るのでしょうか。完璧な一撃。どうやらあんたのメカとまだ心が通じ合っていないみたいだね。ゴキメも撃破です。あともう一息であなたが優勝ですよ。重要な技術よ。今回もよろしく。これからが最も緊張する時間帯ですね。現在残り3名です。さすがのリコちゃんもドキドキしてきました。残り2名となりました。直接対決です。
お疲れ様、ファイアフォックス君。ここからは私に任せて。銃声が聞こえた。皆さんいかがでしたでしょうか。皆さんいかがでしたでしょうか。私は下手ですが、これさえあればとっても卑怯。有利に戦うことができます。コメント上に製品ホームページと購入ページを載せているので、ぜひご覧ください。ご視聴ありがとうございました。